ダニエル・ニコール・パナ・ベーカーは、アメリカ合衆国の女優。若い層の視聴者。観客には、ディズニー・チャンネルオリジナル・ムービーの、アイドルをかけ、大作戦。や、私の日記は、ベストセラーの出演者として親しまれている。出世作は、CBS 系列の法律ドラマ、シャーク・カリスマ・ビン・ワン検察官。また、13日の金曜日、クレイジーズ・ザ・オード。 監禁病棟、ピラニアリターンズといったホラー映画に出演していることから絶叫クイーンとも呼ばれる。その他の出演映画には、スカイハイ、ミスター・ブルックス完璧なる殺人鬼などがある。ダニエル・パナベーカーは、ジョージア州オーガスタで生まれた。父は、ハロルド・ジェローム・パナベーカー。母は、ドナマリー・名ク。妹のケイパナベーカーも女優である。幼少時、一時的に、 テキサス州オレンジに住んでいたことがある。サマーキャンプの演劇授業で演技の楽しさに目覚め、12歳でコミュニティ劇場で演技を開始。やがてコマーシャルのオーディションを受けるようになった。イリノイ州ネイパービルに引っ越した後、クローン中学校、ムックアバレー高校に通い、スピーチチームに参加。14歳で卒業生総代として高校を卒業した。その後、 女優業を本格的に目指し、演技の仕事を定期的に確保するため、カリフォルニア州ロサンゼルスに引っ越した。グレンデールコミュニティカレッジで演劇を勉強し、2005年に短期大学士を得て、全米優等生名簿に名を連ねた。そして、2007年に UCLA を卒業して、学士を得た。2002年に女優活動を開始し、数本の CM に登場した後、 マルコム・イン・ザ・ミドル、ロー・アンド・オーダー、性犯罪特捜犯、ミディアム・レ能ノーアリソン・デュボア、サマー・ランド、ディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービーの、アイドルをかけ、大作戦、などのテレビ作品に出演。ライフタイム曲の、セックス・アンド・ザ・シングル・マムと、マム・アット・シックスティーン、および HBO 曲のミニシリーズ、水憶の街、エンパイア・ホールズにも出演した。特に、落ちた。 弁護士、ニック・ホーリンマイナスでは、若手アーティスト賞を受賞した。また、ウエストサイド物語、ピッピン、ワンスアポン、エータイム、ビューティー、ルーザ・カントリー・ビーストで、ミュージカルの舞台にも立った。2005年、スカイハイ、ユアーズ、マインア,ンドア,ー,アーズという日本の全米公開映画に出演。2007年、ホーム・オブ・ザ・ジャイアンツに、ハーレー、ジョエル・オスメント、 ライアン・メリマンと共に主演。また、ミスター・ブルックス完璧なる、殺人鬼では、ケビン・コスナー演じる、主人公の娘役を演じた。ディズニー・チャンネルのオリジナルムービー、私の日記は、ベストセラーでは、妹系演じるジェイミーが自分に基づいて創作した、イズというキャラクターを演じた。CBS 系列のテレビドラマ、シャーク・カリスマ・ビンワン検察官では、主人公、 スターク弁護士の娘、ジュリー・スターク役でレギュラー出演した。エピソードによっては一つか二つのシーンでしか登場せず、全く登場しないエピソードも三本あるが、出演クレジットとしては主演ジェームズ・ウッズに次ぐ二番目の扱いである。13日の金曜日では、ジャレット・パダレッキと共に主要キャラクターの一人を演じた。2010年、クレイジーズとザ・オード、 監禁病棟に出演。2007年。ありがとうございます。